寿司？寿司焼いてくる。あんちゃんもう食べたでしょ。あ、落ちた。落ちたよこれ。はい、落ちた子。落ちた子だよ。はい。すごい、すごい勢いになくなっちゃう。あー、行っちゃった。すごい隠れてる。あ、たどり合いしてんで、影で。いや。めっちゃたどり合いしてる。めっちゃ強い。果物どうしてるんですか？お前買えや。おいしい。もし下に見られたりとかすると、うん、めっちゃ駆けたりとかもうあれだめだ。完璧なお店だ。ママがやっといてあげよう。やっといてあげよう。羽の先端には音や空気を逃すための袋
クマメが飛んでいる姿、しっかり見えていると思います。ですが、これがもし夜の暗闇の中だったとしたら、きっとすぐ近くを飛んでいても気づくことはありません。フクロウたちはこの音のしない翼を生かし、夜の暗闇に紛れ狩りを行う鳥なんです。そして皆さん、フクロウというと首がよく回るというイメージもお持ちだと思います。クマメも先ほどから首をくる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 回していますが、それではフクロウの首、一体どれぐらい回るのかはご存知でしょうか。こんなによく回っているとくるりと一周360度回りそうな感じもするんですが、さすがにフクロウたち首を一周は回すことができません。だいたい正面から左右に270度ずつ首を回すことで真後ろ以上まで見ることができるんです。フクロウたちの首の羽の数は私たち人間の倍、14個もあります。その分自由自在に動かすことができます。フクロウたちは夜狩りをするため独特な体の進化を遂げた不思議な鳥なんです。さあ、それでは皆さんに2種類続けて猛禽類、肉食の鳥をご紹介してきましたが、続いてはとっても可愛らしい鳥をご紹介したいんですが、クマメ大丈夫ですか？さあ、それでは続いての鳥、もう出番を控えていますので、クマメの出番はこの辺りで終わりにしましょう。それじゃあ最後一本、しっかりと2つのところまで飛んで、続いてはとっても可愛らしいこちらの鳥です。おーちゃん、またまたやってきました。オウムの仲間、オオバタ、名前をオオちゃんと言います。それじゃオちゃん、まずは皆様にご挨拶からいきましょう。オちゃん、皆様にご挨拶は皆さん聞こえました？オちゃん今こんにちはと言いました。皆さんのリアクションびっくりするぐらい冷たいので、もう一回いきます。皆さんぜひ耳を澄ませて聞いてあげてください。それじゃあおちゃん、もう一回、もうちょっとはっきり言いますよ。皆様にご挨拶はありがとうございます。おちゃん、皆さんのそういう反応を期待してました。皆さん、オウムやインコというと頭がいい鳥というイメージお持ちだと思います。大バタの考える力は、私たち人間の3歳から4歳の子供と同じぐらいあると言われているんです。おーちゃんも先ほどのようにおしゃべりをしたり、他にもいろいろな芸をしたり、とても頭がいい鳥です。なんですが、そんな頭がとてもいいおーちゃんの飛んでいる姿を見ていて、もう皆さんお気づきだと思います。実はあおちゃん、このバードパフォーマンスショーに出ている鳥たちの中で飛ぶのが一番下手くそな鳥なんです。あのバタバタとした必死な飛び方、皆さんに伝わるでしょうか。練習を始めた当初はたった2、3メートルしか飛ぶことはできませんでした。ですが、毎日毎日練習を重ねて、やっとこの距離飛べるようになったんです。ですが、まだまだ飛ぶのは苦手です。でも、そんな苦手な飛ぶことをこうやって毎日バーバーに言うがあります。おーちゃんは私たちスタッフや皆さんに褒めてもらったり喜んでもらったりするのが大好きな鳥です。皆さんが喜んでくれるからこそ、苦手なことでもこうやって一生懸命頑張っているんです。なん
ですが、そんな頑張り屋のおーちゃんの飛んでいる高さ、よーく見てみてください。最初に比べてどん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 低くなってるんです。実は飛ぶのが苦手なこちらのおーちゃん、体力がほとんどありません。もうちょっと本日の体力限界を迎えますので、次回はおーちゃんから皆さんにお別れのご挨拶です。それでは皆さん、おーちゃんの足元ご注目ください。皆さんにお別れのご挨拶、バイバーイ。皆さんお分かりでしょうか。おーちゃん片足を上げて皆さんにバイバイのポーズを決めてくれています。さあ、ちょっぴり地味なんですが、あれ、おーちゃんにとっては完璧のバイバイです。今日もかなりのドヤ顔でしっかりと皆さんにお別れのご挨拶をしたところです。最後は残っている体力すべて使って今日一番長い距離に挑戦します。それではラスト1本、私のところまで飛んでくることができるでしょうか。おーちゃん頑張って。さあ、バタバタしながらなんとか私のところに到着です。今日は最後の長い距離もしっかりと飛び切ることができました。それではこちらのお客様にもしっかりとお別れのご挨拶をして、今後もどんどんと練習を重ね、飛ぶのが上手になっていくと思います。皆さん、おーちゃんの今後の成長にご期待ください。書き終わった。書き終わったところに来た。